い、皆さんこんにちは、そしてこんばんは。 YouTube 書道教室の仲間と白秋です。今回は新たに月1回常服あるいは展覧会などの作品研究会を実施することになりまして、2月23日に第1回目の研究会を実施しました。参加者一部の方の様子をここで動画でご案内します。どうぞご覧になってみてください。こちらは M さんです。 M さんの場合は常服の描き方、どうしても練習していると線が細くて、どのようにして筆を処理すればもっと豊かな線が表現できるか、そういったことに疑問を持ち参加されました。 K さんの場合は愛用されている純羊毛筆の筆法や音質に不自然さはないか、この研究会で確認したいっていう一つの目的を持って参加されております。ご覧のように音質時に筆に負けていません。しっかり筆を起こしながら書き進めることができてますね。さらに表情豊かな線質を表現するには、八面七歩の筆使いとか音質の緩急、文字のディフォルメなどを学んでいかれると、どん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 実力がついてこられる方ですね。はい、こちらは参考のために K さんの柔らかい長方の筆で仲間と白秋が記号してみました。はい、こちらは N さんです。昨年学会展に入選され、月次課題でさらに技を磨きながら学会展入賞を目指し研鑽中です。こちらで使用してます筆は上海工芸の光、筆の軸、毛の部分の直径が約12ミリの太さの筆です。2行書きですから、この光あたりでいいと思います。このような調子で皆さん机の上を希望される方は机で書いたり、また床で描いたり、いろんな形で学習することができます。どうぞ皆さんお気軽にご参加してみてください。なお、作品研究会の内容につきましては動画下のもっと見るを参照ください。参考になりましたらいいね、またチャンネル登録、そしてお気軽にコメントなどくださいますと光栄です。では次の動画でまたお会いしましょう。